今日は一昨日の、野菜余りと昨日買った鶏のたたき余り物で、おつまみを一品作っていきたいと思います。まず入っている鶏のたたき玉ねぎをそのまま炒めていきます。それで塩コショウ、粗挽きの方ですね。私が使っているのは、IH ですのでね、火力が弱くて、どうするかな、蒸すかな。醤油です。砂糖少々。塩もう少々。塩3分クッキング以内になるかと。なかなかね、難しかったですよ、3分以内っていうのは。よし、もうよかった。今年もソメイヨシノが開花しました。まだね、もう開いたばっかりで落ちたやつがなかったんで持って帰らなかったですけれども、綺麗かったです。白とピンクと。はい、完成しました。余り物で、作りました。鶏のたたきと野菜、彩り野菜の炒め物でございます。ちょっと乗っかるか、熱かかな、熱かよね、乗っかせん、こつらせる。
5分以内クッキングって思ったけど5分5秒になった。こんな感じです。5分以内に収まらんやったな。